ジョージア沿岸警備隊は、ジョージアの内務省が管轄するジョージア国境警察に属する海事組織。ジョージアの海岸線全体3 1 0キロメートルと、ジョージアの領海の海上保護活動を担う。沿岸警備隊の主たる任務は、領海管理、海洋汚染保護、海事法執行、公安保安、海上防衛である。かつては海軍が存在していたが、 南大瀬地や紛争で壊滅し、2009年に沿岸警備隊に吸収された。本部及び主要基地は国会沿岸のポティに置かれている。ついで2番目の規模でアジャリアのバツミにも基地がある。沿岸警備隊には大テロ専門の特殊部隊もあり、ポティを拠点としている。また海上監視レーダー基地がアナクリア、ポティ、スプサ、着ビ、ゴニオに設置されており、 了解海べてをカバーしている。ジョージアは国会沿岸に位置し、海上貿易と深い関わりがあったにもかかわらず、規模のある艦隊を保有したことはなかった。近代的な海軍組織を建設する最初の試みは1918年のグルジア民主共和国独立から始まった。当時の海軍組織は、機関と数隻の保船、そしてロシア内戦中に、 ロシアの所有者から挑発した数隻のタグボートで構成された。しかしながら1921年、赤軍の侵略により、グルジア民主共和国は崩壊し、ジョージアはソビート連邦の一部となった。その後、1990年までジョージアの沿岸水域は、ソビート連邦の国会艦隊のうち、ポティに拠点を置く第184沿岸警備旅団が管理、統制していた。 また小規模な基地が、お茶ムチで、バトミ、アナクリア、スフミに置かれていた。ソビエト連邦の崩壊後、ポッティの旅団は1992年までに、ジョージアから完全撤退し、6隻の船だけが置き残された。しかしながらロシア国境警備隊による警備はそのまま、続き、1998年までジョージアの海岸線を巡回し続けた。 今日のジョージア沿岸警備隊の創設は1998年に始まった。ジョージア国境法が1998年に可決すると大統領府の直下に置かれていたジョージア国境防衛局の内部部局として沿岸警備隊の設置が決定した。また同時に第一旅団がポティに第二旅団がバトミに設置された。指構造によりこれらの部隊は 国境警備の軍事的存在となった。なお明確な開示経験はなく、補助的なものに止まった。1998年7月16日、ジョージア国境防衛局の第1会場次第が、ジョージアの海上国境の巡回警備を開始した。船舶は、ウクライナとトルコから寄付されたものが使用され、炭鉱性はまちまちであった。この日にちなんで、毎年7月16日は、 ジョージア沿岸警備の日として祝われている。ジョージア沿岸警備隊は発足直後からアメリカ沿岸警備隊の協力を得てアメリカ税関局が管理するジョージア国境安全及び法律強化援助プログラムの支援を受け沿岸警備隊の発展が進められた。1997年からはジョージアの海事職員はアメリカの議官訓練施設や士官訓練施設での 教育プログラムに参加し始めた。1998年、アメリカ沿岸警備隊は長期訓練チームをジョージアに派遣し、ポテを拠点として活動を開始した。長期訓練チームは5年間にわたって、ジョージア沿岸警備隊の訓練、教育を行い、インフラ設備のメンテナンス等を指導した。また C ーアーク40フィート型の小海底2隻と、 ポイント級カッター2隻がジョージアに移送された。ポイント級カッターの内ポイントカウンテスは2000年に到着し、外ネダゲアにと解明された。もう1隻のポイントベーカーは2002年に到着し、ジェネラリマズニア切りとなった。これら2隻のポイント級カッターは、ジョージア沿岸警備隊の艦隊の主力となった。そして、 ジョージアが新たな艦艇の建造技術を手に入れるまでの技術の橋渡し役となり、ジョージアはその後2007年と2008年に新しい艦艇を建造した。アメリカによるインフラ支援プロジェクトとしては第一弾として1999年にスプサの石油パイプライン終点に監視レーダーステーションが完成した。2002年には2期目の沿岸レーダーがポティで稼働を開始した。 これにより南部地域をスプサとポティの2カ所でオーバーラップすることでアブハジア地域からアジャリア地域までの領海の監視が可能となった。ただし内部的には海上次団は資金不足で見通しが立たない状況であり単に国境警備隊という組織の中の一部門の役割に挑んでいるに過ぎなかった。2002年この状況を打破するために アメリカをモデルとする改革プロセスが開始された。この改革プロセスは、会場の国境を管理する義務の重要性を認識させ、能力を向上させることにより、沿岸警備隊に対する職業上の処遇の平等性を確立し、組織の効率を高めることを目的とした。そして、ジョージアのラマジパピセ少佐が中心となり、 ジョージア国境安全及び法律強化援助プログラムの開示顧問の支援のもと、アメリカの組織モデルを基範とした機能的な沿岸警備隊の組織づくりを進めた。脅威、任務、戦術、現在及び将来の資源に基づいて計画を策定し、パピゼは沿岸警備隊の部門内において、ジョージア国境防衛局と同等の組織構造を作り出した。すなわち、 管理部門が資源を管理し、任務に係かかる十分な独立した予算を持ち、そして任務の遂行に対して自立した責任を担う構造である。革新的で将来を見据えたこの提案には、ジョージアの法律、文化、伝統の必要性が内包されており、明瞭なジョージアの組織モデルとなった。そして2003年4月、ジョージア国境防衛局の内部に、 沿岸警備隊の本部が設置された。これは、それまでのジョージアの軍事組織における最も大きな改革であり、沿岸警備隊のプロフェッショナル化と任務の成功を高めることにつながった。本部設置後、まもなくダビトグルア少将が、ジョージア沿岸警備隊の初代本部長に任命され、同時にジョージア国境防衛局の副局長としての職務も継続した。2005年、 ジョージア国境防衛局は沿岸警備隊の地位と機能の大幅な増加によりジョージア内務省の下部機関となった。2006年12月内務省ジョージア国境防衛局は法執行機関となりジョージア国境警察となった。これに伴い関連する変更が沿岸警備隊でも行われた。2008年南オセチア紛争におけるジョージア海軍と ロシア海軍との戦闘により、ジョージア海軍が壊滅状態となった。わずかに残った海軍の部隊は2009年に、ジョージア沿岸警備隊に編入され、ジョージア内務省の管轄となった。ありがとうございます。